こんにちは。ここはかなり昔に作ったスキージャンプ場です。摩擦係数は0にして、今日はこのスキージャンプ場で遊びましょう。今は地球ですが、違う惑星に行き、重力が変わったら飛距離はどうなるのか気になりますよね。では行こう。事前にアンケートを取ってみたところ、飛距離は変わらないという意見が多かったです。とりあえず地球の重力で飛んでみます。こうやって姿勢をとって滑ります。そしてジャンプジャンプジャンプ。キャッチー。約35メートル。さて、一旦これは置いておいて、ボールを滑らせた場合の飛距離を計算してみましょう。ジャンプ位置からスタート位置までの高さを h、重力加速度を g、ボールの質量を m としますね。ご存知の通り、ジャンプ位置から飛び出た直後のボールの速さを v としたら、エネルギー保存の式ができます。例えば、水平にボールが飛び出たとしましょう。こんな感じですね。そしたらまあこんな感じに計算できて、飛距離は重力加速度によらないことが計算からわかります。計算式とかわからなくても大丈夫です。ただ、ボールを滑らせた時、重力加速度を変更しても飛距離は変わらないというのはとても面白いですね。ということで、試してみています。次は重力加速度が地球の6分の1、月ですね。重力加速度が小さいと、まるでスローモーションのように見えますね。無事に同じだけ飛びました。次は6倍です。まるで早送りですね。太陽の重力加速度にもしてみました。ということで、重力加速度を変更しても、記録はほぼ同じでしたね。でもこれは、あくまでボールを滑らせた時の飛距離です。スキージャンプはどうでしょうか？ボールとスキージャンプの違いは、飛ぶ瞬間に跳躍するかどうかですね。例えばこれは地球でその場での跳躍ですが、同じ跳躍力を月でやるとものすごいですね。逆に重力加速度が大きいとしょぼいです。ただ今回のスキー場は摩擦係数が0なので、跳躍によって前方方向へは進みません。本番と行きましょう。地球での記録は135メートルでしたね。月の重力加速度、つまり重力が地球の6分の1の時。遅いですが、早送りするとどんな感じなのかわかりづらくなるので、このままの再生スピードで行きますね。でもそうすると無言が続いてしまうので、こうやって意味のないことを喋っているナウですナウですナウです。今のはバグではなく、わざと3回言ってふざけました。この時間に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、記録は157メートル、地球より飛べましたね。次は地球の6倍の重力加速度です。記録、123メートル。月、太陽の重力加速度。シミュレートが難しい、119メートル。ちなみに、何もしなければ、ボールと同じくらいの飛距離ですね。どうですか？今度、友達に問題出してみてください。ということで正解は、
スキージャンプでは、重力加速度が小さい方が飛べる。